皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は、新ギレンド野望、黒い三連星ガイア編、ベリーハードチャレンジ、続きをやっていきたいと思います。前回は、オデッサ騎士の防衛を行いましたので、今回からはですね、いよいよ、ガイアをモビルスーツの部隊長として、各地を転戦させていきます。最初の目標はここ、マドラス基地。そして、続いて北京と、順に攻略を進めていきたいと思います。いくつかですね、ご紹介しておきたいことがありまして、まずですね、ニムバス。これを編入させています。まあ、すでにガイアは中佐まで昇進してますので、中尉のニムバス。さらには、ビッシュ。そして、剣。このあたりは全部で、ね、編入済みです。さらに、モビルスーツも要請してまして、主にドム。これをね、編入させています。この後は、ハワイとか、水中戦も考慮して、ズゴックもバランスよく養成していきたいと思います。では、時間を進めていきます。では、マドラス基地に侵入しました。先行したズゴックですね。これを、基地中心部に向かわせましょう。アークシーズの脅威とかに比べて違う点として、生産をね、止めるっていうことは、まあ、できないので、まあ、侵入するメリットとしては敵をね、まあ、このマドラス基地に集結させるっていうところにあるので、無理に進軍はせずにですね、しっかりとここは、後続の三連星を待ちましょう。では、マドラス基地にランバラル隊を先行させています。残念ながら、三連星はまだ、だいぶ遠い位置にいるので、ここで今のうちに、ランバラル隊を先行させて、基地中心部へと迫っておきましょう。敵の部隊多いですね。まあ、さすがベリーハードというところだと思うので、まあ、苦戦が続くと思いますが、しっかりやっていきます。さあ、では、マドラス、インドの中心部に今向かっていっています。まあ、やっぱりランバラルが強いですね。三連星なくてもここまで攻め込めているのは、まあ、ランバラルのおかげかな、というふうには思います。ガーデムはここでやられてしまいました。まあ、ランバラルがやられるのだけは絶対に避けたいので、まあ、回復しながらね、三連星の到着を待ちましょう。三連星がですね、まあ、ちょっとまだ、外で、08詳細。素人とかと交戦中で中に入ってこれてない状態なんですけども、ここはもうここぞとばかりにですね、攻撃仕掛けて、マドラスを陥落させにかかります。では、中心部制圧します。基地中心部の制圧に成功しました。これでマドラスの攻略完了です。3年生を投入しないで勝てましたね。さすがランバラル。まあ、この後はですね、三連星外にいますので、このまま北京に向かってもらいましょう。で、ランバラル隊は回復した後、まあ、ガウに乗って北京に向かってもらいます。で、一部ズゴク隊は、東南アジアを迂回して、カイロで北京に入ってもらいましょう。では、北京に向けて部隊出撃中です。ガウに関してはですね、改造を行いました。内容としては水力の強化、まあ、つまり移動力ですね。それ以外は上げていないので、敵の攻撃に、まあ、脆弱な面はあるので、水力を活かしつつ、しっかり落とされないようにケアをしていきたいと思います。ガウ、むちゃくちゃ足が長くなったので、すぐ侵入できますね。これは嬉しいな。どんどん侵入していきましょう。では、北京です。3連星の部隊が21、連邦が34という数です。まあ、数ではやや不利ですが、三連星に加えて、ゲルググに乗ったランバラルもいますので、まあ、しっかり、部隊を進めて、攻略していきます。まあ、三連星、ランバラルもそうなんですけど、継戦能力っていう意味で言うとね、強化している分、エネルギーの消耗が激しくて、長続きしないというのはあるので、まあ、ガウに戻してしっかり回復。また攻撃して、ガウに戻してエネルギーの回復。これをね、行っていくためにもガウが落とされないようには気をつけます。最後は残っていたコアブースターを撃破して、
この北京も制圧攻略完了できそうですね。これでマドラスと北京、今回目標にしていた2つの基地の攻略完了してます。まあ、やっぱりベリーハードだけあってかなり骨が折れますが、最初のステップとしては、まあ、かなり順調に来てるのかなと思いますので、このまま次はハワイ、そしてトリントンと2つの基地攻略を目指していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。